痩せる塩を業務スーパーで選んできました。今回は3つお伝えしていきますね。私が選んだこのお塩がなぜ痩せるのかというその簡単な理由をお伝えした後に一つ一つご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではその痩せる塩をその選んだポイントは、ミネラルが豊富なものだから、あとそのお塩を取ることであなたの体温を 36.5 度にこう保つことができるからなんです。そのことで代謝が上がって痩せ体質になれますよね。でまた新陳代謝もアップしますし、本当にですねおすすめのお塩ですから、今からお伝えしていきますね。で目安は、まあ、どんなお塩も1日あたり5から 10g 程度で抑えてください。どんなにいい痩せるお塩でも取りすぎてしまっては NG ですね。では早速1つ目ご紹介していきたいと思います。1つ目はですねこちらです。見えますでしょうか。見えるかな。こちら沖縄のアラジオです。でこちら裏を見るとですね、沖縄で、まあ、もちろん取れた糸満市ですねの海藻を使ったお塩なんですけれども、やはりこちらもですね先ほどお伝えしたミネラルが豊富ですし、とにかく釜でじっくり作ってくださってですね、やっぱりこういった天日干しのお塩ってすごく大事なんですよね。やはりですね栄養価が違ってくるわけです。でしかもミネラルがないと栄養不足になってしまって太ってしまう体質になるんですよ。ですからこういった良質のお塩とっても大事で、私は日頃この沖縄のアラジオをどう使っているかと言いますと、塩麹を作る時にこれ仕込むとですね、もう旨味がすごく出ててもう美味しいんです。塩麹作る時もその使ったお塩で全然味が変わってくるから不思議だなって思うんですが、いろいろ好きなお塩あるんですけれども、塩麹を作る時は私はこの沖縄のアラジオを使っております。では2つ目です。こちらもですねおすすめなんですね。こちらが見えますか。浜見塩もしお長崎県対馬と書いてあるんですけれども、皆様もしおってご存知ですか。これは何かというと、その、まあ、お塩ですね、海水原材料が海水と海藻だけでできてるんです。海水とその海藻 100% なわけですね。でまたこれ海藻が入ったことでもものすごく栄養価が高くなりますし、味もですねやっぱりちょっと普通のお塩と比べてやはりこうほんのりこう、まあ、磯の風味といいますか、やはりね違うんですよね。で私はこの藻塩を普段どのように使っているかといいますと、娘のお弁当のおにぎり握る時に振りかけたらものすごくね美味しいんですよ。もう娘にも好評です。もう美味しかったって言ってもらっています。なので、普通のお塩で握るねおにぎりも美味しいですよね。ただこの藻塩で握っていただくと、これがまたですね美味しいおにぎりに変身してくれますので、ぜひおすすめで、また天ぷらにもこうパラパラっとかけて召し上がっていただいてももうね美味しいんですよ。もうそれだけでいいんですよね。あとは私はよくスチームベジ蒸し野菜ですね、蒸し野菜を作った時にパラパラっとねもう味付けこの藻塩だけで済ませることがあるんです。もうそうした方がこう素材のお野菜の味も引き立ちますし、もうねついついお野菜食べ過ぎてしまうほど、お野菜はね少しぐらい食べ過ぎてもいいと思うんですけれども、もうそれぐらいもうどんどんお野菜食べたくなる一品ですのでおすすめなんです。もう塩でした。では最後3つ目ですね。こちら見つけたのが採掘岩塩アンデスって書いてあるんですけど、結構迫力があるねパッケージなんですけれども、皆さん業務スーパーに行かれたらすぐ目につくと思うんですが、これはですねあえて岩塩にしたんですね。どうしても、天日干ししたお塩の方がミネラル豊富なので、岩塩と比べるとやっぱり天日干ししたお塩の方が栄養的にはおすすめなんですが、この岩塩が便利なのは実はですね、例えばあなたがこう頭痛が出てしまったっていう時は、頭痛薬を飲む前にぜひこういった岩塩をね
こう舐めていただきたいんですね。もちろん他のお塩でも全然いいんですけれども、ちょっと結構こう口の中で残りやすいのでおすすめです。でお水と一緒にこの岩塩をですね適量取っていただくと、スーッとねやっぱ頭痛消えること多いんですね。で私もお薬苦手なので、ちょっと頑張りすぎてね、ちょっと頭痛出始めそうだなっていう時ってあるじゃないですか。そういった時にこの岩塩をこうパパッと口に含んでゆっくり溶かしながらいただくんですね。そうするとこうスーッとお水とともに取ると頭痛がね取れる、天然の頭痛薬にもおすすめですし、またこう色が可愛いんですよね。見えますか、薄い、見にくいか、ピンク色をしてるんです。もうすごく綺麗なピンク岩塩、なんかこう気分もちょっと上がりますよね、私女子にとってはですね。そしてこの岩塩というのは煮込み料理にも適しているんです。なので私はたまにコンソメベースでポトフを作ることもあるんですけれども、その時にやっぱりこのピンク岩塩ですね少し入れるとやはりね煮込みには合うんですよね。なんか面白いですよね、やっぱこういったこちらのお塩はちなみに原産国がボリビアになってますけれども、やはりその海外で取れるお塩って洋風の料理にも合うんだろうなと思っています。これは感覚ですけどもね、人それぞれだと思うんですけれども、やはりいいですよね、その土地で取れるものをやっぱり美味しくいただくって大事ですし、海外からこれ渡ってきたのであればちょっと洋風の料理使っていただいてもいいと思うんです。さあいかがだったでしょうか。今回は私が業務スーパーでよりすぐった痩せるお塩3選をお伝えいたしました。で逆に注意なんですけれども、このようなお塩ではないもの、例えば精製されたもう真っ白い食塩ありますよね、ああいったのを取ってしまうと逆に太ってしまいますから気をつけてくださいね。すごく良くないです。腎臓にも負担をかけますし、またあなたのその血液をですねこうドロドロ地に変えてしまうわけですから、どんどん血圧も上げてしまっても非常に良くない。なので塩の摂りすぎは良くないってこう普通言われてしまうのはそこにあるんですけれども、いいお塩はそうではありません。いいお塩は適量取ればあなたの体温が上がって代謝も上がって痩せることができる、しかも美味しいというねお話をさせていただきました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな健康法や腸活をお伝えすることで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。でまた直接私にご相談が終わりの方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様ご登録されてどんどんご質問を受けておりますので遠慮なくおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。